だからオールナイト一本わかるかな。 DJ は俺、ポップな勤労高校生篠原和也。過激なトークと活かしたナンバー、それにリスナーからのくだらねえお便り、とにかく内容眉毛いっぱいの B ボーイクラブ。いきなりゲストを紹介しよう。とは言っても業界関係者じゃないよ。オーディナリースチューデント、人呼んでハイスクール界の副都心、工藤明彦。聞く挨拶しろよ。皆さんこんにちは。おい和也、誰が副都心なんだよ。立ってよ。身長182センチって、いや立派に超高層ビルだぜ。それからなんでお前が勤労高校生なわけ。半端にアイドルしてるだけじゃねえかよ、このモルタル2階建てが。モルタル2階建て170センチがかよ。お前公共放送の電波使って変なこと言うんじゃねえよ。イメージ壊れるじゃねえか、まったくもう。まあ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 、ところでさっきお前の言ってた眉毛いっぱいっての何のこと。それを言うならさ、目いっぱいじゃないの。まったくここがダメなんだからよ。ダメなのはお前の方、目いっぱいよりもたくさん詰まってれば眉毛まで来ちゃうだろうに。ああ、なるほどね。おい、ところでカズヤ、俺たちのこのおしゃべり前にもどっかでしたような、デジャブじゃねえかこれ。違うよ、お前がさっきから NG バーカ出すからやり直してんの。そっか、じゃあ今これ聞いてるみんなも今度出るビデオ見ながらデジャブ気分を味わってくれ。君のことだよ。素人にしちゃうまくまとめたな。